戦いはもう始まってるか。すでに戦い始まってんじゃねえか。あいつ一人で乗り込むなよな。一人で乗り込むなよ。ドリュー、よし。ねえ、ゾンビ。ねえ、ゾンビ来てない、ゾンビ来てない。よし。届いてない、届いてない。一角届いてない。一角届いてない。ちょい待ち。ちょい待ち。どっちに攻撃していいかわからん。よし。ちょい待ち。この野郎。やばい。そう。これ。こい。よし、行こう。入った。この範囲に入ってきてくれれば、回避しながらの攻撃ができる。よし、行こう。嫌だろ。回復させてくれ。ギリギリまで。よし。OK。突撃。この弓矢が左奥が敵か。そこに左奥に誰か見えたんだが、何者かが見えた。再利用するってことが火事やね。アジアでの再利用が必要か。新しく購入すればいいんだろう。金には困ってないからな。アジアに行く必要がないのか。 俺は今のところ困らないってことは。金には困ってないからアジアに行かなくても今のところ武器にこだ、あれか、困らない。再利用で進むべきか。もう本当はバグアート使ってお金貯めてるからな、俺は。おい。え、な、誰？取り憑かれてる。待って、行けや、そこへと倒せと。いけるのか。どうやって倒す。あいつ弓矢もしかして攻撃の仕方どうなの。これ人殺したらダメだろ。あれ仲間だろ。取り憑かれてるっていう設定じゃないの。いや、よくわからんが、取り憑かれてるっていう設定。あ、ダメだ。赤いのがつかない。ということは先に敵をやるか。ああ、落ちたりするなよ。弓矢は出てくるから弓矢は使わないといけないか。どうやって倒すの？教えてくれ。こいつは。こいつは取り憑かれたやつか。攻撃していいのか。みんな攻撃してるから俺も攻撃するの。じゃあ俺も攻撃しますよ。で。バリアの中に入って、取り憑かれたやつ攻撃していいの？疲れたやつはどうなんだ。されたやつ殺しちゃうよ。攻撃する。うわ。やべえ。んーね、バリア。ああ、溶けちゃった。
ばらくしたらあいつ出てくるんじゃないか。とりあえず敵を倒そう。敵倒して、取りつかれたやつ倒してダメージ与えてみたいな、そういうことになるのかな。そういうことでいいか、そういうことでクリアになるか。ああ、とりあえず回収できるものは今回収しとこう。そこはきっちりしとかないとな。回収できるときにしとく。おい、でもってみんな頑張ってんの。頑張って敵やってるか。取りつかれたやつが出てきた。取りつかれたやつはまだだ。どうなってる。取りつかれたやつは出てきてるか。いやまだ。あ、いや取りつかれてるやつ。しかもかなり攻撃力強い。こいつ攻撃力強い。あれバリアやって、バリア、そうバリアの中に入ってこい、バリアの中に入ってこい。しかもバリア溶けてます。バリア溶けてるか、溶けたんじゃない。次はやばくないか。次の波っぽいやつ来た。危ねー。ローリングでなんとか、ローリング。見えない、止まる。はい、いた、いい。エルフどうする。エルフバリア張ってくれるか。危ねえ。よし、いいぞ。バリア張ってくれました。しかも中、バリアの中にさ、いいぞ、来い。回復しながらの攻撃が可能になる。しかもそれ、ドアフ。あーし、回復した。満タンまで行った。満タンまで行った。攻撃を続けていく。操られてるやつ。分断中か。ああなるほど、あの技は2回使ったらあれか。はい、これからい呪われてるやつ。ちょっとエルフ。いいぞ。よーし、じゃあ弓矢でやっちゃいましょうか。はい、ヘッドショット。できなかった。よし、やったか。よし。どうやらやったようだ。アイテム回収。大丈夫か。It's a hard thing to see a good friend slain. Harder still to see his remains desecrated in this manner.At least now he is at rest. But you, how are you bearing up? First Black Riders, now Barrow-Whites. This is more than men should have to contend with. But where there is life, there is hope. Thanks for your concern, but I will be all right. I owe it to those who have fallen to go on as best I may.You've been through a terrible ordeal.Perhaps you should come with us to Rivendell. Or we could take you to Bree. It's not far away. No, I feel my strength returning. I'll soon be myself again. And then I will bear Kalaran's body away from these tainted tombs. He should be buried with the rest of his brothers who fell at Sarn Ford. That would be fitting. I hope that he will rest in peace. Farewell, Luin. Ruiz.